今日はお絵描きしていく。ところでよ、みんなピクシブっていう投稿サイト知ってる？もうイラストといえばもうピクシブでしょ。そんなピクシブがどうやらお絵描きアプリを出してるらしいよ。その名もピクシブスケッチ。一体どういうことなのか。これ初めて使うんだけど、普通に無料だったわ。PC 版とスマホと iPad って全部あった。お、なんか可愛らしいデザインだな。めっちゃシンプルじゃね？ UI。クソシンプルだわ。まあ、さすがスケッチという名前だけある。で、今回は自撮りしません。今回ちょっと2体、キャラクター2人分のイラストを描いていこうかなと思うんだけど、ツーショット。おお、すげえ。おー、出てきた、出てきた。あー、すげえ、すげえ。これで動かすのか。ちょっとおもれえな。やっぱね、資料ねえと僕作れねえからさ。もう開き直ってガンガン資料見ながら書いていくわ。あれあれちょっと待って。おい、ちょっとクリストの 3D モデルとちょっと仕様が違うんだが。うわぁ、どうなってんのこれ。見て見て見て。いくよ。やばいやばい。なんだ足がコンパスみたいになってるわ。やばい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 。この画面、マジビビるな。シンプルすぎね。本当にペン一本と消しゴム一本だけみたいな画面。こっから書いていくわ。アナログっぽくていいね。なんかむしろデジタル初心者でいきなり難しいアプリとか使えねえわ。とか、レイヤーはぁみたいな人はとっつきやすそう。ちなみに僕初めて書いたソフトは動くメモ帳だった。DS のうごメモ、あれが初めてのデジタルだったな。イラストとかパラパラ漫画とか投稿してコメントもらえた時クソ嬉しいんだよな。あれいいねだっけ？なんか星とかじゃなかったっけ？いや、星じゃない。コインだ、コイン。で、コインをいっぱいもらったら有料チケットと交換できるみたいな。あったな。僕、めぐみんのイラストでめっちゃ伸びた気がする。でも、その時アニメーション僕描けなかったんだよな。いや、懐かしい。え、スイッチ版出ねえかな。で、僕、そこでドナルドの噂とか、ムスカ大佐とか、そこら辺のミームを知ったんだよな。ニコニコじゃなくて、ウゴメモから入るっていう。ピクシブだからね、ここで描いて、そのままピクシブに投稿したりできるし、描いたイラストをピクシブでグッズ化して販売とか、直接できるっぽいから、連携すげえよな。てか、無料なのに広告なくね？問題！キルハは何を描いてるでしょう？正解は？コメント欄のみんなに聞いてください。自由に描いてみようぜ。あ、やっぱり今びっくりした。幽霊かと思った。喋ったよな今。アプリが喋ってる。どういうことこれ。今羊？メーって。すごい話しかけてくれるんだこれ。へえ。すごい、これで一人ぼっちで描いてても寂しくないみたいな。この色にするんだな。あ、進んでるな。ついにアプリが話しかけてくれる。もう擬人化だん実質。ぼっちも寂しくないと。結構ね、クソシンプルだわ。あ、なんかブラシとかエフェクトとか小難しいことは一切なくて、もうシンプル。鉛筆と消しゴムだけみたいな。厚塗り一回やってみたかったんだよな。うまくできるかな。てか、厚塗りってどうやんの僕。やべ、厚塗りってそもそもやり方がわからんのんだが。厚塗りは背景をクソ暗くすればいいみたいなイメージあるわ。クソ偏見だけど。今までいろんなアプリでイラスト書いてきたけど、やっぱスマホは慣れないな、未だに。ちょ、指で書くっていうのが難しすぎる。はみ出ちゃうわ。なんかコツとかあるんかな。だけど厚塗りだったら逆にはみ出ても味みたいでよくね。上手い人は左右反転させたりして書いてるけど、あれ僕よく分かってないんだけど、たまにあるよな、一度も使ったことない機能みたいな。文化祭あるある。ねえキルハ君、この看板に初ミーク書いてよ。え、上手いんでしょ。ねえ、チラシ作ってるんだけど、ここに五条悟書いてよ。あれきちい。僕デジタルしか書けません。おい、レイヤー分けしないの難しいけど楽しいぞこれ。何も考えなくていい。たまにレイヤー分けミスって事故ったりするけど、これレイヤー使わなければ逆に無敵だわ。これ新たな発見だな。これって油絵？水彩画？わかんない。中学の美術の授業で2つの選択迫られるよな。水彩絵の具かポスターカラー。同じ絵の具でも全然別ゲーなよな。ポスターカラーってめっちゃインク効率悪くて水もクソ食うし、だけどアニメ塗りができる。そん時はでも僕水彩派閥に属してたわ。だから僕もアナログは中学以降書いてないわ。ちょっとみんなにも気づいてきたかな。正解は指令と8号を書いてます。8と9、3号。つまりこれは24ってことだ。サイドオーダーの衣装めっちゃ可愛くない？サイドオーダークソ楽しみなんだけど、バグって明日からできるようになんねえかな。今回でパート9じゃね？有名なアプリこれで全部実況したっしょ。やばい、ネタ切れが迫ってくる。いつも1キャラのイラストで書いてるけど、2キャラの方が見てていいな。2キャラの構図難しいけど、こっちの方が良くない？ところでよ、最近 YouTube のアイコン変えたんだけど気づいた？これ気に入ってんだけど、どう？初期のアイコンとかみんな知ってるかな？どのアイコンが一番落ち着く？2
昨日ここまで進めたわ。そこそこ厚塗りっぽくできたように気がしたけど、あれ昨日はなんかいい感じにできた、おやすみって寝たのに、起きてみたらあんましうまくなくね。あれなんだこの現象は。せっかくなんでこっからね、パソコン版のピクシブスケッチやっていくんだけど、パソコン版はソフトインストールしなくていいっていう、ブラウザ版っていう、すごくね。多分クソザコなめくじパソコンでもできるやつだ。なんでこんなにピクシブスケッチ人気なんかなって調べてみたら、これお絵かき配信ができる機能があるらしい。スパチャとかもらえたり、フォロワー増えたり。ちょ、やってみようぜ。え、こんままお絵かき配信ができるってこと？え、あ、やばい。無法地帯じゃん。こんなことになってんの？わ、いろんな人がライブしろ。うますぎってか、こん中に僕も紛れて配信するってこと？勝てなくね？あ、始まってるわ。できてる。すげえ。何も設定とかいらないんだ。簡単だな。でも誰も来てね。誰も見に来てくれない。寂しいな。まあ、そうか。一旦、指令がめちゃめちゃ可愛いから、指令もっと可愛く描きたい。スプラトゥーンのキャラクターで一番好きなのが、指令なんだよな。もう圧倒的に可愛いと思ってる。ごめん。ちょっと待って。厚塗りむずくね？シンプルに。普通に無理なんだけど。誰一人見に来ない。一日目からは来ないと、そんな甘い世界じゃないってこと？来てほしいけど、なんか来ないでほしいみたいな気持ちもあるな。ちょ、普通に緊張するんだが。言っとくけどみんな、僕特技があって、まあ、しょぼい特技なんだけど、同説ゼロ人でも多分喋り続けれるよ。なぜかというと、実況撮るときはいつも一人だから。まあ、マッチングしていく。今回使っていくのはクラブラ。やっぱし、エイムなんてものは捨てて、このバフ？このバフ風だけで突っていければなと思うんだけど、相手編成見たところ、クワット。一旦うにょるわ。うにょと、サブのスプラッシュボム。スプラッシュボムだね。スプラッシュボム投げつけていって、ウルショウが溜まる。4盾してしまう。やはり。待て、チーターだ。チーターがいる。うわ、空飛んでる。だが、クラブラ、エイマいらない。無双してしまう。これがクラブラの血が。僕、脳内スプラトゥーンできるんだけど。すごくね。ガチで脳内スプラやってみていい？相手は二四つだが、ここは前線行くわ。前線でパン。イカが溶けていくところは。また撃つく。近いって。近すぎる。だが、接近さは僕の独断上よ。やばい、強すぎるこの武器。適当にパンパンしてたら勝てるぞ。ああ、ソールダウン。センスありがたい。無視するなんて許さない。よし。君も逃がさないよ、直撃。意外とキル速遅いかも。だが、しかし、敵地はだいぶ荒らしたぞ。やばすぎるこの武器。まあ、この辺にしとこう。なんか、何やってんだ僕。何書いてるんですか？あ、やべ。何の絵を書いてるんですか？今はイカとタコの女の子書いてます。あんまり上手くないのになんで配信してるの？汗うるせえ、ぶち飛ばすぞ。完成！ピクシブスケッチで描いてみました。レイヤー使わずに厚塗りで挑戦してみたんだけど、可愛く描けたかな？全体的に暗くなっちゃったんだけどね。司令とハチがイチャイチャしてます。配信機能はめっちゃおもろかったな。スマホでも配信できるらしいし、スパチャも投げれて、ワンチャン始めたらスパチャいっぱいもらって、神になれる人もいるかもしれない。それじゃ、サラダバー。